ちょっとね、焼けたところがあると香ばしさが増しますんでね。スパイス入れたらさっと炒めて、それで OK。香りがやばい。このトマトソースだけでご飯いけるぐらいうまいです。どうも、料理人さんです。はい、ということでですね、今回は、自己シリーズでございます。コラボ動画でございます。今回はね、アイハーブさんというですね、サイトさんとのコラボでございますね。いろんな食材を買えるサイトなんですけども、今回はですね、なかなかスーパーではね、手に入りづらいですね、こっちのスパイス。これ、アイハーブさんで買ったものを使って、いこうと思います。なんで今回は、アイハーブさんで、すべて購入させていただきました。はい。今回はこれを使って、本格的なタコライス。本当に言いますけど、どこの店よりうまいです。はい。僕ね、タコライスめちゃくちゃ好きで、沖縄行って、結構何軒も食べ歩いたんですよ。で、そこで、自分なりのタコシーズニングのね、ブレンドっていうのを作りまして、本当に美味しいです。なのでですね、今回はこのスパイスをふんだんに使って、最高に美味しいタコライスを作ってみて。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ、いきます。まずですね、まあ、この4つのスパイスですね。アイハーブさんで、購入したものなんですけども、こちらから、チリパウダー、ね。チリパウダーブレンドってやつですね。異国感のある香りがするブレンドの、スパイスになります。はい。で、あと、オレガノ、クミン、サイエンペッパー。もちろんね、日本のスーパーとかでもあるはあるんですけども、なかなか揃いづらいんですね。で、これね、結構ね、大容量なんですよ。市販のスーパーで売ってるような小瓶がだいたいね、2g から 3g ぐらいしか入ってないんですね。なんですけど、オレガノとかって 20g ぐらい入ってるんだよ。22g だったかな。22g ですね。これだけの容量入って、だいたいね、500円から700円ぐらいで全て買えるんですね。すごくね、お求めやすくなってます。だから、もうこれを機にね、ちょっとね、スパイスって結構保存効くんで、スパイス生活していただくのもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。今回4種類使っていきます。他の材料いきます。ひき肉、レタス、玉ねぎ、あとニンニク、ホールトマト、ご飯、ピザチーズです。全然よくわかんないと思うんで、概要欄見てください。概要欄に全部書いてありますから。このチャンネルは概要欄が、一番情報量多いですからね。今回はこちらの材料でやっていきます。調味料もざギャルような感じでやりますので、もう序列が回んない。早くお酒飲まないと。はい。なんで、やっていきたいと思います。はい、ということで、今回思考シリーズを作っていく上で何が、重要かというと、やっぱね、テンションですね。テンションが高い状態で作ったタコライスはめちゃくちゃうまいです。根拠はありませんが。ということで、飲んでいきたいと思います。例のマシン。せっかくなんで、クミンがあるので、クミンね、アイハーブさんのクミンがあるんで、ハイボールね、クミンってね、めちゃくちゃスパイシーな香りがすごくある。乾杯。くわ、テンション上がる。クミンハイボールね、めっちゃ冷たい。じゃあ、やっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきたいと思います。何をするかっていうと、タコライスのトマトソースを作っていくんですね。トマトソースを作るタコライスっていうのはめちゃくちゃ珍しいです。なんでかっていうと、生のトマトを使うんですよ、みんなね。なんですけど、僕はね、トマトソースを作ります。はい。作り方的にはサルサソースになるんですけど、サルサになるんですけども、めちゃくちゃうまいです。このソースだけでも覚える価値あります。くし切りにします。これソースの玉ねぎね。今回は具にも玉ねぎ使っていきますんで、こっち、まあ、具材の玉ねぎもね、切っていきます。具材の玉ねぎはみじん切りです。ソースの玉ねぎとは違うんでね。で、今回ソースは2人前できます。実際作るの1人前なんですけども、ソース2人前作るんで、ソースは2人前できるっていうのは覚えておいてくださいね。ソースが半分余るような形になりますね。2人前作りたいなっていう方はソースの分量はそのままで、まあまあ動画最後まで見てればわかります。で、玉ねぎは、こうやって、切っていきます。で、こっちが、タコミートに使う、玉ねぎで、こっちがトマトソースに使う玉ねぎです。このトマトソースマジうまいっすから。で、こっちにニンニクね。はい、ニンニクはね、合計3かけ使うんですけども、潰していきます。お手元のハイボールでね、こうやって潰していただいてもいいので、一辺だけみじん切りして、あとは潰したままでいいです。この 2辺は、トマトソースに使いますね。一辺をみじん切りにする。これはね、タコミートの方に入りますからね。基本的にタコミートに入るものは全てみじん切りです。切るところはね、全部一緒にやっちゃった方が分かりやすいと思うんで。じゃあレタスも切っていきます。レタスは千切りです。千切りの方がね、のせやすいんで、ご飯にご飯とのね、絡まりが良くなる。おっきいレタスだと結構ね、食べた時にね、レタスしちゃうんで、千切りしてあげた方がいいです。レタスは、このレタスはね、タコライスに必須なので。で、まあ僕の場合はちょっとシンプルに思っちゃいます。はい、今度はトマトソースを作っていきます。まずね、トマトソースから作っていきますよ。サラダ油大さじ1と半分ぐらい、ちょっとね、たっぷりめに油使います。
くし切りにした玉ねぎね、1/4個、もうここにニンニクも入れちゃいます。ニンニクはね、みじん切りにしなくていいです。このまま入れちゃいます。あの潰したまんまで。鷹の爪1本分ぐらいかな。で、ここで炒めていきます。で、今ね、ちょっと中火で炒めてます。ニンニクと玉ねぎね、透き通ってくるんですよ。透き通ってきたら半缶分入れます。で、少し炒めますね。炒めながら味付けもしていきます。コンソメ、これ小さじ1杯入れてください。味付けです、これ。で、お塩が1つまみで、ホールトマトよくね、潰しながら、あの、これカットトマトとかでもできます。で、このソースのいいところは、グツ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 ずっと煮込む必要ないんですよ。結構ね、さっと煮で大丈夫です。軽く煮込む感じ。あんまり煮込んじゃうとね、それはそれで味が詰まっちゃうので、はい、もうね、これぐらいいいんですよ。温まって全体がグツグツいったらもう OK。 これブンブンチョッパーなんですけども、まあ、チョッパーがない方はね、ミキサーとかでも全然いいんですけども、ここにね、入れていきます。このソースはこれでちょっとこう砕くんですよ。ない方はね、フードプロセッサーとかでも全然平気ですよ。これがうまいですから。はい、こんな感じですね。このトマトソースがめちゃくちゃうまいです。出来上がったら、ちょっと食べてみてください。最高。これはあのパスタソースとかにも使っていいんで、何にでも使えます。このソースができたら、今度はタコミートを作っていきます。まずね、ここに油をちょっと入れます。またね、小さじ1杯ぐらいかな。合いびき肉ね、今回 100g 用意してます。これを入れて、炒めていきます。塩コショウも軽くね、入れていきます、ね、こっからね、あのさっき冒頭で言ってたあのスパイスを、使っていきますからね。この合いびき肉を焼いていくんですけども、焦げ目をつけたぐらいのが美味しいんで、広げながらちょっとね、なんか焼く感じです。これ炒めるというより焼くだから、ずっといじるわけではなくて、ちょっと焼き目をつけるのが、コツです。はい、ちょっとね、ここら辺焼き目ついてきましたね。ちょっとね、焼けたところがあると香ばしさが増しますんでね。これね、2人前作りたかったら、こっからの工程全部2倍にしてくださいね。全部あの等倍すれば、あの3人前でも4人前でも作ることができます。ところどころに焦げ目ついてきたの分かりますか。で、そしたらここに入れていきます。ニンニク、ニンニク、玉ねぎ、これ同時に入れちゃいます。最初にニンニクとか入れちゃうと焦げちゃうんで、後入れを僕は推奨してます。あー、いい香りがする、いい香りが。ここは正々堂々とケチャップです。はい、ケチャップは、トマトを煮詰めてますんで、コクがつきますし、あとはね、あの程よいね、甘みもつくんですよ。この甘み非常に重要です。ウスターソース、ウスターソースっていうのはすごく、旨味が強いですし、いろんなね、お野菜が入ってますんで香りがつきます。さらに炒めていきます。ここに、コンソメ、まあ、これ味付けですね。肉に旨味が強いと非常に全体的ね、ご飯と食べた時に、すごくね、味がマッチするんですよ。スパイスをね、やっとここれで入れていきます。チリパウダー、これはですね、僕のレシピの中だとレッドホットチキンっていうレシピ前に公開してるんですけども、そこでも使ってます。なんでそれで使っていただければ無駄になりません。ここにチリパウダー、これが結構ね、肝になってきます。これが小さじ1/3で、ここにオレガノ、オレガノは至高のグリルチキンとか、作るときにやってますね。あと至高のトマト煮もやってるかな。あー、いい香りだ。あー、めっちゃいい。あー、いいね、香りがいいな。クミンはね、クミンパウダーでいいですよ。小さじ1/2、クミンもすごく香りがいい。あー、いいですね、黄金比です。このスパイスの香りを嗅ぎながら、ファイボの炒めて絡めていく。すっごいいい香り。タコライスのタコミートは完成です。はい、スパイスを絡めたら、あんまり入りすぎるとスパイスの香りも飛んでしまうんで、スパイス入れたらさっと炒めて、それで OK。 冷凍ご飯、いつも至高の白米っていうのを冷凍してるんで、こいつを温めて、じゃあ次は、もう盛り付けです。はい、まずご飯にこれレタスかけちゃうんですね。はい、これレタス重要ですから。レタスのないタコライスなんて、もうレタスのないタコライスと同じです。酒のない僕と同じですね。なんでレタスはね、必ず入れてください。そしてタコライスの、ね、タコミート全部いっちゃいましょう。こいつがね、もう香りがやばい。なかなかね、このクオリティのタコライスをね、出すとこもないですよ。
あ、本来はね、アボカドとか、なんか生のね、トマトとか、生のね、あの、サルサメヒカーナっていう、あの、生のトマトソースね、やったりするんですよ。僕はもう断然こっちです。このトマトソースだけでご飯いけるぐらいうまいです。一旦もうこの半量かけていいですかね。これに、あの、で、余ったのは、パスタとかにかけてください。チーズね。はい。ピザチーズ。で、このままね、振りかけていただいていいです。はい。このチーズのね、うまみが加わると非常に美味しいですから。まあ、こんな感じですかね。最後にパセリだけ。で、まあ、最後に、このね、乾燥したパセリ。あー、綺麗ですね。美しい。アイハーブさんのね、スパイスをたっぷり使った仕込んだから、完成でございます。仕込んだからです。いただきます。じゃあ食べていきたいと思います。いただきます。いやー、これはたまらんな。まずはそのままいきますよ。スパイスの香りが半端ないですね。うまいな。スパイスをふんだん使ったタコミート、そしてチーズ、レタス、完全一体となって至高の一皿になってます。トマトソースがやっぱりすごくいい。ここで登場するのがカイエンペッパーなんですよ。このカイエンペッパーっていうのは何が一番いいかっていうと、カレーの辛さ調節に非常にいいです。なかなかね、カレーの辛さの調整ってすごく難しいんですけども、このカイエンペッパーっていうのはカレーの辛さを調節するのに非常にいいです。これを今回振りかけていきます。僕ね、辛いのも結構好きなんでね。あ、来た辛みが。この辛みね、なんでひき肉もよく炒められてるんで、ご飯のね、柔らかい食感とこのひき肉のちょっとあのバリッとした食感がすごく合いますね。じゃあ早速タコライスです。でも作ってる時はめちゃめちゃいい匂いしてましたよ。早速いただきます。めちゃめちゃうまい。めっちゃうまいでしょ。自信あるのこれこれマジでうまいです。これこのトマトソースはね、超自信あるの。パスタに絡めても、あー、いいっすね。これ使えるのよ、このカイエンペッパーは。損なわずに、うん、またガラッと変わっていいっすね。これ辛みがファッとくるでしょ、うん、いやマジで最高でした。ベースごさまです。今回ね、あやむさんの、スパイスをフル活用して作っていったんですけども、本当に作ったわけです。やっぱりスパイスがないと成り立たないので、ぜひですね、アイハーブさんのスパイスを使っていただいて、お見せできるぐらいに美味しいタコライス、皆さんに食べていただきたい。今回使わせていただいたアイハーブさんのサイトですね、概要欄に貼ってありますので、そちらぜひぜひチェックしてみてください。そしてですね、今回ね、クーポンがあるみたいで、この動画公開してから2週間の間、7000円以上買うと 15% オフしてくれるクーポンが、なんとですね、この動画とリンクして、公開から2週間、ね、2週間後に見た方はすいません、そちらもですね、そのタイミングで見ていただいた方、ぜひぜひチェックして、ぜひ活用してみてください。質のいいスパイスなんで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。